チワン族、チワン族、宋族、チワン族、チワン語、ブックウェイング、旧表記、王宮、ュ州運は、主に中国南部やベトナム北部に住居する、原住民族である。中国では、厚生チワン族自治区中西部や雲南省南西部、関東省東部、貴州省南部、湖南省南,南部などの山間部に約1、854万人が、住み、 中国最大の少数民族となっている。言語は、大化大五族に属するチワン語を話す。宗族、チョワン族、チワン族という日本語表現もある。三国時代の理人や、両人が祖先ではないかとされる。宗大以来、主に唐、カブル、などと呼ばれ、中華人民共和国成立後は、カブル族に統一されたが、カブルには、わらべ、しもべなどの差別的な意味があるため、 1965年に相族と解消された。日本では漢字のままで相族ということもあるが、一般的には漢字を使わず、宗の中国語読みのチュアンからチワン族と呼ぶ。自称に近い音で言えば、シューン族となる。峰南地区、ほぼ現在の関東、後世の原住民族として長い歴史を持っている。数万年前の頃から、 治安族の祖先たちはすでに中国の南方で生活していた。終代の頃は百越と呼ばれる諸民族の一派で楽古氏、西王などの国家を築いた。漢代に南越国の支配下に入り中華文明の一部となったが随代までは部落制社会が続いた。唐代に封建制度社会に移行し、秋代には少数民族主張の世襲支配を認める。 土氏制度が行われた。有猛な、チワン族の兵士は、匠兵と呼ばれ、河原祝夫人に率いられた、他州、匠兵が和光鎮圧に動員されたこともある。新代になって、海イ気流が行われ、直接支配地域になった。漢民族との接触の歴史が長く、経済活動に必要性があるため、漢語も広く浸透した。近代には1850年に、 太平天国の乱が、後世のカナダ村で始まったため、チワン族も多数参加した。1929年から1932年にかけてが、後世で指導した右校革命根拠地にも多くが、参加し、中国では革命的伝統が称えられる。日中戦争時には、日本軍との戦いに参加する者もいた。文化大革命時代、高生チワン族自治区。 クワンシ・ジャオン・オートノマスリージョンの竹吉、ワクシュアン県で文革の粛清の犠牲者、少なくとも38人の心臓や肝臓、性器が食べられた事件がある。a f p が確認した草案には、首切りやオーダー、生き埋め、石打ち、水攻め、釜揺れ、集団虐殺、内臓の抜き出し、心臓や肝臓、性器の切り取り、肉のそぎ落とし、ダイナマイトでの爆破など、 あらゆる方法が使われたとあった。1952年12月、厚生省西半分に、桂西チワン族自治区が成立し、1956年自治州に改められた。1958年には、中国の少数民族としては、モンゴル族、チベット族、ウイグル族、海族と並び、省都同格の民族自治区、厚生チワン族自治区が設けられ、 厚生省全域に拡大して、今日の厚生地安属地地区となった。中国少数民族のうち人口は、最大で2000年の第5回全国人口調査統計によると男性は837.67万人、女性は780.2万人の、計1617.88万人。また、都市部には22.37%、 農村部には77.63%が住んでいる。2010年の第6回全国人口調査統計の速報によると、地湾族の総人口は約1800万人に達している。居住地域としては9割以上が厚生地湾族自治区内であるが、他に関東省、紀州省、雲南省、湖南省などに広がっている。自治区内では分布は、 全域あまねく広がっているが、人口では主婦である南霊市に約400万人、流州市に約200万人が集中し、百色市、河池市などの地区でも主な民族として多く居住している。他省では、1958年雲南省東南部に、文チ地湾族名青族自治州が、1962年関東省北西部に、 連山治安族やお族自治権が設置されている。どちらも後世に接する場所で、文山に約110万人が、連山に約50万人が住んでいる。独自の言語、治安語、相互がある。南北に大方言があるが、基本的に文法構造や語彙は同じである。以前は漢字の陸書の手法を応用して、治安語の音声を表現する。 小掃除という文字を用いてたが、1300年以上の歴史がありながら標準化がなされなかったためにあまり普及せず、政府は1957年にチワン族のために標音文字のローマ字とロシアのキリル系文字とアラビア数字を応用し、チワン文を制定した。1982年には修正が行われてローマ字だけで表記できるようになり、チワン語の新聞、 教科書なども出版された。中国の通貨人民元の紙幣には、中国語、モンゴル語、チベット語、ウイグル語と共に、旧表記のチワン語の表示がある。区内の行政機関や、駅の看板、表示には、漢字と共に、チワン語の表記がなされることが多い。都市部に住むチワン族は、日常的に、中国語を使用している。チワン族は、言葉の方言差も大きく、ぷうよい。 プーノン、プーノン、カイアンなどの異なる事象を持つ、改収団が20余りあるが、中国共産党の民族識別工作の下で、で、ワ安族にまとめられている。小一派の道教を信じ、冠婚葬祭の儀礼もこれに則っ,って同志が行うことが多い。家の中にある神棚には、先祖を中心にとて祭り、合わせて左右にかまど神と子供の生育を見守る聖母。 上場などが建て祀られる。近代に、キリスト教の布教も行われたが、浸透しなかった。葬儀は、道教式が多く、北部では土葬、南部では土葬した後、数年後に掘り出して仙骨し、金刀などと呼ばれる末置き型の大きな骨壺に、遺骨を収め直す。服装が多い。埋葬場所は風水によって決める。チワン族の伝統文化としては、聖堂制の太鼓。 どうこも知られている。遺族、苗族などの周辺民族にも広がった、ドンソン文化を代表するもので、中国南部の雲南省からベトナムなどの東南アジアにかけて湿度も多く、音がよく響き、宗教的な意味を持つ楽器として使われたほか、古代の権力と財産の象徴でもあった。どうには、精巧な鋳造で民族の姿を描いたものもあり、ブラック製など、 古代社会の様子を示す資料にもなっており、これを叩いてリズムを取る民族音楽も伝えられている。チワン族はまた古来より株を好み、歌姫として、竜三映が著名で映画の題材にもなっている。チワン族は民謡を歌うことで有名なのである。歌詞は美しく応援するように作られる。民謡の中には歴史を語る古い歌もあれば、生産技術を教える生産の歌や、 お呼び酒の歌、恋の歌もある。主に苦しい歌で、例えば咲く男の歌夫人の苦しい歌などである。チワン族は踊りも得意で、悠久の歴史を持つ道子の踊りは、リズムが明るく、ステップも力強い。農棺期や祝日、冠婚葬祭の時、各地で一問一答形式で歌う歌書きを行う。彼らはこの日を、歌の詩と呼んでいる。 歌書きの風習やチワン語による歌劇の創劇が伝わる。安市西市と特保県には深夜アハイと呼ばれる伝統的な操り人形劇がある。工芸品としては五色の糸で美しく刺繍を施した葬金が有名で図案が精巧で美しい。現在も生産されている。チワン族は手織布の生地を使って多種多様なデザインの服を作る。 藍染めなどの染色技術も伝統的に持っており、女性は普段青みがかった黒のズボンを履く、ズボンの裾は少し広げ、頭を綾織りのタオルのようなもので包み、腰には精緻なデザインのエプロンを結んでいる。多くの若者は前ボタン式の上着を着て腰に紐を結んでいる。服飾は男女とも黒色を正式の礼装とする。チワン族は 山や水の近くに居住することを好む。伝統的に観覧と呼ばれる高床式の木造家屋に住む習慣があった。多くは長方形の床に霧妻か入りも屋の丸瓦屋根が乗る。住宅の上層には人が居住し、下層で豚などの家畜を飼う。近年は平屋の住居が一般的になっているが、どちらも左右対称に近い配置を持ち、中心線の奥まった位置に、 神棚が置かれる。神棚のある町道では、宿店や社交活動を行い、両端の部屋に人が住む。神棚の後ろに五丁と呼ばれる部屋があることも多く、課長などが住む。生活は、暖炉の周りが中心となり、毎日三度の食事はここでとる。近年、農村では、声枝目から発生するメタンガスを燃料として、台所での調理に使うシステムが広がっている。 食文化としては、米食中心であるが、一年を通じて野菜が取れる環境にあり、白菜、ブリ類、豆類などの野菜を多く食べる。農家は自宅で豚、鶏、ガチョウなどを飼育して、食用とし、一部には犬食文化やヤギの料理もあるが、草食で濃厚に必要な水牛や馬は一般に食べない風習を持つ。行事食にもち米は欠かせず、旧暦三月三日の 三月三の祭りの時に、客のもてなしに食べる五色飯は、炊く前のもち米に、赤藤バカマ、黄斑花、風葉、指導などの植物の汁を、それぞれ浸出して赤、黄、黒、紫に着色したもので、白飯と合わせて五色にする。春節と丹後の節句には、どの家も、出せちまき、猫背のち巻き、フィンクスを作る。作り方は、質のいいもち米を水に浸した後、 洗ったシュロの一種ローンディオの葉で包む。包む時に中に緑豆餡や小豆餡、または味付けした豚肉を入れて、両端を平たく丸め、真中を隆起させ、猫背のようにする。大きいものは1ラムほどの大きさになり、小さいものでも5 0 0ムはあるので、長い時間になければならない。祭りの時のプレゼントとして重宝される。他に、 単語の節句の細長い血巻き、羊かどち巻きや草木界の悪を加えて作る悪、巻きもある。他に特徴的なものでは、薄と綺麗で餅をついたり、刺身に似た魚性を食べたり、微老の実を噛む習慣がある。春節、3月3、超陽節の晴れの料理としては、内臓を取って、生姜を入れた鶏を丸ごと煮る白山鶏鳥が一般的であり、婚礼では、 関東省の漢族やベトナム人同様に小豚の丸焼きも用意される。結婚の儀礼は漢族のものに似るが嫁入りの際にも親族による歌の掛け合いが行われる習慣がある。また、1980年代頃まで結婚しても子供が授かるまで嫁と夫が数年間別居を続ける不ク化の習慣があった。伝統的に来客を好み、 見知らぬ客でも、熱くもてなす。同じ民族間ではよく団結し、時に山菜を構える。農業には勤勉だが、商業を嫌う傾向がある。体系民族一般に見られる特徴だが、女性がよく働き、農作業も行う。男性は勇猛でよく戦う。主な祭日、年中行事に、旧暦1月1日から15日までの春節、2月2日の、 土地交際、3月3日、3月3、5月5日の単語説、7月14日、15日の中元説、8月2日の土地交際、8月15日の中秋説、9月9日の徴用説があり、春節、3月3、徴用説が重視される。旧暦の3月3日、3月3は、母さんの後、多くの人々が着飾って歌を歌い上げる。 祭典、仮説、仮説が行われる祝日となる。もともと、歌垣と呼ばれる男、女間で即興の歌を歌い、愛情を伝え合うという風習もあり、チワン族の居住する地域を、歌の海と表現されることもある。チワン族の三月三は、観光資源として注目され、民族舞踊や歌合戦などを披露するイベントも行われている。ただし農村部や山間部では、 昔ながらの歌交換の風習が残っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。